はいどうもポンチです。今日はサイコロを使った3つのトリックとプロマジシャンの演技映像です。お楽しみください。実演サイコロです。サイコロ振っていただいてもいいですし、普通に置いていただいても構いません。好きな目を上にして、それを100円のものを乗せてね、こう目隠ししちゃってください。お願いします。今回は僕も見えないような状態にして目隠しします。で振り向きますね。でこの状態で、まあ、どの目が隠されているかはわからないですね。当てていきます。5です。当たりました。はい、では解説していきます。サイコロの目の投資です。サイコロ一つとこういった目隠し用のコイン等があればいつでもどこでも行えるので、覚えておくと非常に重宝すると思います。であんまり細かく説明すると長くなりますので、なるべくパパッと説明していきますが、1回でね、頭のいい方だったらすぐわかるかもしれませんが、なかなか理解できない方も多いと思います。そういった方は説明聞きながらとか、説明聞き終わった後にサイコロを用意して何度か試すとすぐに理解できるものだと思います。で皆様ご存知の通りのサイコロの法則があると思います。表面と裏面を足すと7ですね。でこれ例外のサイコロもあるんですが、基本はこの形です。で上下足して7になる場合において、サイコロの目のパターンは2パターンしか存在しません。左回りか右回りかっていうことなんですけれども、どういうことかというと、1、2、3の目を見てみてください。でここに1があって、左に2、次左に3がありますね。左回りに1、2、3となってます。これがサイコロによっては右回りになってる場合もあるんですが、基本的なサイコロの8割ぐらいは左回りとなってます。男性の左寄りと同じぐらいの確率で左回りとなってます。なので基本は左回りと覚えておいてください。で家にあるサイコロが右回りだったら逆側に考えてください。ただ基本的なサイコロは左回りが多いので、左回りで覚えておけばその場にあるサイコロでとっさにできると思います。覚えるべきことは 1,2,3 が左回りだけで構わないんですが、 4,5,6 もそんな感じになってます。 4,5,6 も左回りになってますね。ここも理解しておけばかなり早く投資が行えます。ではそれを踏まえた上で実践を行っていきます。例えば今回4が上だとして、4が隠されました。そしたら2面を確認すればいいんですね。横の2面で今回カメラ側から見ていきますが、1と5ですね。そうすると1と5の反対は6と2なので、3か4どっちかっていうのは分かりますね。ここまでは誰でも分かります。でここで3か4かを判断するのに、先ほどの左回りが役に立つということです。想像してもらいたいんですが、ここに1があって、ここに5があるっていうことは、5の裏2ここですね。で1と2の関係性がこうなってます。で1と2の関係性が左回りになってますので、1、2で次下が3になりますね。で下が3と分かれば上が4と分かるっていうことです。ここはパターンで覚えてもいいんですが、脳トレ感覚でね、想像してやってみてください。例えば別のパターンだとして、こう6が隠されたとします。そしてそちら側から見えてるのが2、3ですね。で2、3とかが見えてたら簡単です。1、2、3の関係性が分かりますので6と分かります。でちょっと分かりにくいのは2、3じゃなくて、例えばそちらから見えてるのが4、4、5ですね。これも4、5、6の関係性さえ覚えておけば6とすぐ出ますが、そこを覚えてない場合は4の裏は3で、5の裏は2で、2と3の関係性を想像して1の1を想像します。で1下だなと分かりますので、上が6と分かるということです。実際これ以上解説しようがないんですけれども、よく分からなかったよという方は、家にあるサイコロを振ってみて自分でも見えないように隠して想像しながらやってみると非常に楽しめると思います。演出としてはこうやって手を置いてさりげなく2面を見る感じにしてください。ただ一般の方も2面確認できますので、2つに絞られたどっちかだなっていうのは一般の方でも想像できますが、この左回りとかに関してはほとんど知られていませんので、非常に楽しめると思います。ぜひやってみてください。実演サイコロです。よくお調べください。問題ないですね。そしたらですね、私後ろを向きますので、サイコロね、後ろ手に渡してください。ありがとうございます。でこれサイコロって人にガーッと振りますね。でこの状態でどっからにも見えないところってありますよね。そうですね、間で挟まれているところですね。そしたらダイソー渡しますので、間で見えない2面の向かい合ってる面の数を足してください。お願いします。足せました。そしたらそちらね、強くイメージしてください。8ですね。はい、では解説していきます。一人で演技したところでね、不思議でも何でもないんですが、比較的お手軽にできるダイスの目を足した数を当てるというものです。これ人によってはちょっとやりづらい方もいるんじゃないかと思います。2つのダイスを用意してください。でダイスには決まりがあります。このようなくぼみのあるタイプのダイスを用意してください。この数字のところのくぼみがあるタイプですね。これただ印刷されてるだけのやつとかだとできませんのでご注意ください。そしたら演技はお好みで構いませんが、マジシャンが見えない状態でダイスを2つ受け取ります。で受け取ったら、いろん
な話をしながら、こうやってつまんで、どっからも見えないところありますよねと言って、こう真ん中の2つの説明をします。で、説明をしてる際にギュギュッとこのね、まあ、両手じゃないんですけど、ギュッと片手で押し付けて目を指に移すわけですね。で、じゃあ真ん中の数字を足してくださいって時に、これまあ見えにくいと思いますけれども、カメラに指に跡がついてますので、6と4だなっていうのが今指見て分かりました。側面が6と4だったので、14から6と4を足した数、10を引けば4ということが分かります。で、中身の数足してくださいって言うと、こう1足す3で4ですので、足した数が当てられるというものです。くぼみあるタイプでも跡つきにくいダイスとかあるかもしれません。あと人によってはなかなか跡がつかない方もいるかもしれませんが、これ跡つけるだけで、あとはまあこう読み取る演技とか、まあ足してる最中にチラッと確認すればいいだけです。チラッとチェックして当ててください。これはそこまで練習いらないものだと思いますので、ぜひともやってみてください。J2 2つのサイコロがあります。私後ろ向いてますので、その2つのサイコロ振ってください。そしたらですね、どちらか片方の目を選んでいただいて、その目の数にですね、かける2を行ってください。そしたら次に、その数にプラス5を行ってください。そしたら次に、その数にかける5を行ってください。そしたら次に、その数にプラスもう一つの目を足してください。できましたか？そしたらその数字を教えてもらっていいですか？77。あなたの振った目は5と2ですね。はい、では解説していきます。出た目の数を当てるというものです。数理トリックですね。まずお客様に2つのサイコロを振ってもらいます。そしたらどちらか片方の目を選んでいただき、今回3と4が選ばれたとして、3を最初に選択したとします。そしたらその目の数 2×2 を行ってくださいと言います。これ計算簡単なんで別に電卓いらないです。というか別に頭の中でサイコロを振ってくださいという演出で、実際のサイコロなくても問題ないです。今回は3なので、まず 3×2 を行います。そしたらその数にプラス5をしてくれと言います。6足す5で11です。そしたら次に、その数にかける5をしてくれと言います。そうすると55ですね。そしたら最後にもう一つのサイコロの目を足してくれと言います。今回は4なんでプラス4です。そうすると59という数字が出ました。エンジャーずっと後ろ向いている状態です。合計数を教えてくださいと言って59と言われました。そしたらどうするかというと、頭の中でマイナス25を行います。そうすると今回34という数字が出ました。34でこれシンプルに3が1個目の目、4が2個目の目と分かるというものです。とにかくかける2プラス5かける5、片方の目をプラスして、そしてマイナス25すれば出ますので、それだけ覚えておいてください。なぜこのようになるかというのは誰か教えてください。こんばんは。こんばんは。手品をします。お願いします。スポンジ持ってきました。変なスポンジ触ってみます。鈴カステラみたいな、2色、赤いのと黄色いのがくっついてます。これねじってあげると取れるんですよ。あ、ちょっとお手に触っていただいて、怪しいと思って調べておきます。すごいね。ですかね。ありがとうございます。で、これちょっと面白いのが、赤いの握ります。黄色いのも握ります。で、ここ使うもの。注射器。チューって入れる。まあ、赤色がそっち行ったんですね。まあ、着色料も入ってたんですけど触りますね。うん、ね、ですね。どちらかお一人ご協力をいただきたいんですけど、どちらにご協力いただきましょうか。じゃあお願いいたします。じゃあ右手をパーしていただいて、ありがとうございます。で、僕1個持ってます。で、1個握っていって、ギュッと自分の活用お願いします。で、また注射です。入れて、でもこの辺からかな、これチューって人開けてください。わあ！ありがとうございました。父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今の手品、はい、演じてみて、はい、まあ、率直な感想をお伺いできればと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、面白いなっていうのがまず一つ、うん、かわいいですね。かわいい、うんうん、全体としてかわいい手品になる。幅広い層に受けそうです、ね、そうですね。もう老若男女問わず、まあ、スポンジボールがお楽しみいただける層にそのまんま刺さる感じのイメージですね、うん、なるほど。このマジックは結構新しいものなんですかね。
どうなんですかね、 RED って書いてレッドっていう感じなんですけど、要はそれが面白いよという、これが面白い、それ以外の部分は普通です。まあ、これがギミックとしてすごく優秀で面白い。なので完全な初心者がやるというよりはある程度スポンジボールの手順があって、そうですね、これにそれにプラスアルファ、はい、注射器を使うという、はい、まあ、今回パッケージ通りの手順をお届けしたんですけど、普段僕赤いボールしか使わないので、赤いボールしか使わなくても最後の現象みたいに飛行現象のコアエンスとして付け加えていくこともできると思います。なるほど。エンジンに臭とかは全くないですか？ないですね、まあ、こいつ、まあ、こいつに関してなんですけど、まあ、全然ストレスなくレパートリー入りあり得るという、まあ、全然あり得ます。あのキーズショーとかのテーブルホップとかだったらまあマストでしょうね。あ、そうですね、絶対あの今の演技よりもこれの方が面白くなる、うん、キッズショーなんかにはもうめちゃくちゃ良さそう、ね、めっちゃいいです。舞台でもいけるんじゃないですか？ああ、そっか、ちょっと大きめのサロンとかでも。そうですね。なるほど。魔法の魔法たるところに関わってくるアイテムかなと思うんですよ、はい、あの現象としては役立たんですけど、不思議なことを起こすものではないですね。演出用の道具として、エフェクトとして、もうなんか煙が出るデバイスとかと同じようなカテゴリーのものなのかなっていうふうに思います。マジックボンド的な。そうですね。なるほど、スポンジボールで使える面白い注射器ということで、さようでございます。はい、くれぐれも使い方間違いないように。やめてください、そのありがとうございました。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか？時たまサイコロがあるシチュエーションがあるかと思います。そういった時に覚えておくと非常に重宝すると思います。覚えておかないと逆に覚えておけばよかったと後悔することがあるかと思います。そして最後のレビューですが、概要欄にね、ショップのページあるんですけれども、久しぶりにね、覗いたらクソ見にくい状態でしたね。さっさと改善してくれとは言ってあるんですけれども、ちょっとどうなるかわかりません。プロがマジックのレクチャーしてます。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見ててください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。